はい、すいません、先ほどの開封動画の続きなんですけど、電源を開封し忘れてましたんで、電源開封したいと思います。すいませんでした。よいしょ。開封動画2回になっちゃいますかね。よいしょよいしょ。はい、まあ大きいですよねこれね。よいしょ。ちなみにこれは80プラスのプラチナという企画で一番いい企画ですね。書いてありますね。音聞こえてないかな。ここに書いてありますね。80プラスプラチナって書いてありますね。これは電源の企画でして、80プラスというなんか企画みたいですね。でこの認証を取ってる電源が比較的安定して、るのでおすすめだっていうことなんでしょうね。で一応下からブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナってあるみたいですね。でまあシルバーでもブロンズでも全く問題ないと思うんですけど、まあちょっと電源っていうのは非常に重要なものだと私は思ってるので、はい、プラチナ、今回でも初めてですね、私ね、プラチナにするの。そういえばそんなこと言ってたら何年ですけど、以前最初はブロンズ使ってて、次シルバーでしたかね。はい、初めての。でもゴールドは使ったことないですかね。あとさっきマザーボードのちょっと説明書をパラパラ読んでたんですけど、以前紹介するときにマザーボードを買うときにはメモリの対応表が入ってるので、マザーボードから買った方がいいとかいう私ちょっと説明したと思うんですけど、初めてちょっと今回アスロックのマザーボードを買ったのですが、アスロックのねマザーボードにはそういったこう対応表みたいなの載ってなかったですね。それも今のこう、まあ私もまだまだ初心者の域を出し切れてないんですけど、今大丈夫なんですかね。はい、それともネットで見てくださいとかそういうことなんですかね。一応書いてなかったですね。ちょっとその辺の情報については訂正させていただきます。アセスのマザーボードの時は台風みたいなのが載ってたんですけどね。詳しい方いたらコメントとかで教えてください。すいませんはい、ちょっと話戻しまして、電源ですね。はい、よいしょ。ごめんなさい、ここですね。よいしょ。このね、パソコン関係の箱って開けるの難しくないですか？ちょっともうなんか破けちゃうんですけど、破けちゃうかな。うん、はい。うわ、また分厚いですね。まあいろんな言語で書いてある。あ、違うですね。あ、そうですね、いろんな言語で書いてるから熱いんですね。まあ電源の説明書ってあんまり読まないですけど、これなんですね、コルセアの電源ってちゃんとこう袋に入ってるんですよね。これがいいですよね。でこの袋結構使えるんですよね余談なんですが、こういった電源ですね。あれ、これ入るかな。で電源のケーブルとケーブルをまとめる、はい、これが何ですかね。なんか、ああ、はいはいはい。これ、ここにあるんですね。ここにいろいろこう、こういう束があって、こっちにくっつけ、必要な分だけくっつけて。でこれで、こういう風になってると、あれですよね。無駄な配線が少なくて、使っていいですね。ああ、いいです、いいです。ちょっと実際どんな感じでくっつくか、せっかくだから、ちょっと入れてみましょうかね。よいしょ。まあこれは取っちゃった。これはなんか紙がついて、ここに、あ、ぴったりですね。こういった感じで見えるでしょうか。はい、ここにこういうふうに下に置きますね。高さも幅も申し分なく十分ですね。はい、とりあえず開封動画の残りでした。
次からさっきも言いましたけど、はい、実際組んでいきたいと思います。はい、とりあえずここで一旦終わります。